共産区は中華人民共和国国立公省、各公市に位置する四角区。1918年、京花鈴高校市による石炭採掘が始まると、区域は京花鉱山、後に京山の略称が使用されることとなり、湯原県の管轄とされた。1927年、鉱山と連営口を結ぶ鉄道が完成すると、貨物集積地として人口が増加。 次第に都市が形成されていった。1932年、満州国が成立すると、当初は鉱山保が、1938年には共産会が成立、1939年6月には鶴立県の管轄とされた。1945年、日本の敗戦と満州国の崩壊に伴い、中華民国の死政権が回復したが、 国境内戦の結果中国共産党の解放区として1945年12月に共産市が成立している。1949年11月、共産市は廃止となり、各公市に編入、旧共産市には1954年に共産街道弁事ジどころが設置されている。1958年11月、共産経済区、1960年12月10日に、 共産区と解消された。1966年8月31日、公営区と一時解消されたが、1980年4月24日に共産区の名称に戻された。四街道を管轄。ありがとうございます。